体何をしたの？生徒会長は。生徒会予算の不正流用よ。え？私は絶対あいつの不正を暴く。そして生徒会長の座から引きずり下ろす。あなたたちを集めたのもそのため。私の究極の目的、それは覚醒しろ。いきなり何？お前の中に眠る獅子の心を呼び覚ませ。勇気は負ける可能性が高い戦いでも、やらなければいけない時には決してひるまない、そんな男だよね。買いかぶりすぎだよ。っていうか、それって生徒会長の白川さんに玉砕覚悟で挑めってことだよね。とにかく勇気は普段は目立たなくて、無個性で勉強やスポーツができるわけでもなく、特技もなく、面白いトークができるわけでもなく、それでいて女の子をちょっとエロい目で見てるけど、いざという時はリスクを犯すことができる人間だと思ってる。プラスを補ってあまりあるマイナス評価だね。自信を持ちなさい。勇気がそういう性格だから、みんな安心して活動ができるってわけ。え？ちょっと無茶をしても勇気が最後に何とかしてくれる。リノちゃんもフミちゃんもイクミちゃんもエミちゃんもきっとそう思ってるはず。本当は頼りにしてるんだよ。そうかな。私だってそうだよ。あやかも。元はといえば、私のせいで生徒会長と対立することになったのに、文句一つ言わず、むしろ私を支えてくれる。それは生徒会長があまりにもひどいから。あやかがやっていることは正しいし。そういうところなんだよ。自分の保身ではなく、正しいことのために行動する。たとえ部費の残高がゼロになっても気にしない、そういうところなんだよ。そうかな。ってちょっと待ってよ、何残高ゼロって。生徒会の内部情報を得るため、いろいろ先立つものが必要だったの。おっと、早速情報提供者から。おほう、これは。じゃ、そういうことで、勇気にはお悩み相談コーナーの仲間たちがいる。たとえ敵が強大でも、チームワークがあれば大丈夫。あるのかな、チームワーク。僕には親友と呼べる友達が一人もいません。もちろん友達が一人もいないわけではありません。クラスでもそれなりの会話をするし、趣味の合う友人もいるのですが、それが本当の親友なのかとなると、正直なところよくわかりません。親友って何でしょうか。ただの友達の関係から親友の関係にランクアップさせるにはどうしたらいいと思いますか。進化とは自らするものではなく、周りの環境によって誘発されるものなのだ。厳しい環境に踏み出せば、友情も新しい形に進化するだろう。偉そうなこと言ってるけど、リノはここでみんなと話すようになるまで教室で一人ぼっちだったんでしょ。それは私には必要なかっただけだ。動物行動学的な見地から人間観察を行って、実に興味深かった。ちょっ、また強がってお父さんにやったでしょ。離れろ。私もリノと友達になれてよかったよ。まあ、それはそれとして、相談者の悩みに答えようか。やはり親友について考えるなら、太宰治先生の走れメロスを抜きにして考えることはできないと思うんですよ。
グラウンドに犬でも来ないかな。少しは興味を持ってください。イクミさん、もしかしてかの有名な橋でメロスを知らないのですか？知ってるよ。いい話だよね。半端ないよね。メロスのロケットスタートは感動するよ。どのあたりに感動されたのですか？すごい特訓して100メートルの世界記録を出したり。何の話です？それはペロスか。ペロス選手の話だったよ。ペロン。はあ、メロスはあくまで参考例で、大事なのは自己犠牲の精神だと思うんです。なんだかポップじゃないな。どういうことでしょうか？メロス、なんだか汗臭くてポップじゃない。心に届かないの。ポップじゃないと。どうすればポップに親友を作ることができるのかな。分け合うの大切なもの。ゴッホとゴーギャンの関係を参考にすると。おすすめは耳だな。ゴッホの耳切り事件か。でもゴーギャンには渡してないから。まあ渡してもドン引きだったろうけどね。この耳を。ありがとう。じゃあお返しに。はい、それならポップなのこの方が。おほー、ポップだね。ポップフライって感じだね。ただ変人二人が会話だけではないか。あの、ヒントはないかと英和辞書で親友の意味を調べてみたのですが。なんて書いてあるの？カンフィダント、親友、秘密を打ち明けられるほどの仲とあります。それだ。秘密の言い合いっ子といえばパジャマパーティーだよね。眠くなるの。パジャマを着ると。リナさんのパジャマかわいいですね。そうかな。なんだか学校でパジャマなのも恥ずかしいものだ。そうきたか。エミさんはナイトキャップをかぶるのですね。普段はナイトキャップに全裸なの。今日は学校だから。脱がないでくださいね。なんだか秘密の会って感じでワクワクしますね。でしょでしょ。じゃあ早速秘密大会スタート。赤松からね。僕から。秘密は男子が先でしょ。エッチなものはどこに隠してるの？エッチなもの？男子だから持ってるでしょ。エッチな本とか漫画とか DVD とか。持ってはいるけど、隠し場所とかそんなに興味ないでしょ。めっちゃ興味津々だ。はあ、机の引き出しにフェイクのグラビアを入れておいて、本命のブツは二重底に隠してあるんだ。なかなか厳重ではないか。万難を排してことに臨む。三国志で言えば千葉中達タイプですね。この流れで例えに出されてどう思うだろうね、中達さん。じゃあ次はリノの秘密。さあさあ言っちゃいなよ。私は実はまだぬいぐるみを抱いて寝ている。小さい時に買ってもらった熊のクーちゃんがいないと寝つけないのだ。そんなに恥ずかしがるとは。さてはクーちゃんと他に何かしているな。何もしていない。やっぱりやっぱり。どう。さあ、はて、秘密を吐くんだ。こっちょこ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 。何をするの？今からそこは。さあ、言わないともっとすごい場所。こっちょこちょこ。そこは。キスの練習をしている。そのいつか叱るべき時のために。よし、いい秘密だった。じゃあ次はフミね。私はですね、おっぱいの大きさ教えてよ。あ、それは秘密です。秘密を告白する回だ。何カップなのだ？それはそのここだけの秘密だから。絶対誰にも言わないから。拷問されても言わないから。はあ、 E と G の間とっても。 G だ、 G カップだ。 F です。ABCDEFFFF。 これで私は終わりです。じゃあ次はエミさんです。すごい秘密を告白してもらいますよ。私は秘密なんてないの。ダメです。何か秘密を告白してもらわないと。全てをさらけ出しているの、普段から。エミさん、もしかして脱ごうとしてません？気のせいなの。ちょっと失礼。すでに下着だけではないですか。下着。カプシー。はだけてしまっただけなの。普段はどんな格好で寝ていても構いませんが、ここではダメです。ちゃんと来てください。わかったなの。ちゃんと来ましたか？
ないか考えてたら脱いでたの。いつの間にか。すでに秘密以上のものを出してしまっています。エイミーさん、ほら早くパジャマを着てください。それではイクミさんの秘密は。どうしようかな、やっぱり恥ずかしいね。発起人なのだからとびきりの秘密でなければな。すごい秘密。そうだ、あれを言っちゃおうかな。ちゃんと着ているでしょうね。もちろんやな。それならいいのですが。で、ちょっと待ってください。ここにパジャマが落ちているじゃないですか。ルラリー、それじゃあ思い切って話しちゃうよ。私ね、うまい棒を。ダメです、エミさん、全裸で棒立ちにならないでください。やかまず、どっち見てるのさ。私の秘密を発表するよ。痛い痛い、話聞くから手を離してよ。助けてください。何をしているのだエミ、全裸でなんてポーズをしている。あのね、うまい棒をね。お願いですから足を閉じてください。神、振り返らせてくれ。させないよ、秘密を聞け。なんだかんだでチームワークいいかも、このメンツ。ついに掴んだわよ、このコンテスト。知ってる？クモン学園美少女コンテスト？そう、第一新聞部が主催する学園ナンバーワンの美少女を決めるコンテストが開催されるの。ビジュアル以外に知性と品性も重要な要素になるとありますね。書類審査および映像審査の後、面接、ミスコンの真似事か。くだらない。コンテストだけなら無視してもよかった。でも問題はこの超豪華商品。これって何か知ってる？まさかうまい棒？違う、準優勝で10万円分のお米券、優勝者にはなんと50万円分。50万円分って。その上このコンテストは出来レースで、優勝者はもう決まってるんだよね。誰だと思う？わかった。違う、生徒会長の香りよ。まだ何も言ってないよ。このコンテストの予算を出しているのは生徒会、そしてお米券は換金してお小遣いにすることもできる。これがどういうことかわかる？あ、違う。予算の私的流用だな。それでどうするの？記事にするの？そうしたいんだけど、確たる証拠はまだつかめてないのよね。生徒会の中に情報提供者がいて、見返りにご飯をおごってきたんだけど、そいつがやったらグルメでさ。あ、部費を使い果たしたのって。そう、肝心なところで予算オーバー。本当は証拠書類を渡してもらえるはずだったんだけどね。証拠がなければ難しいですね。不正があるとしても香織さんの美貌があれば優勝も不自然ではないですし。そうなのよね、誰かコンテストに応募して不正の証拠をつかんでくれる人がいたらいいんだけど、それも香織の優勝を脅かすような子が。そこで私の出番ってわけだね。ははなんでみんな黙ってるのさ。せっかく正義のために立ち上がったのに。ちなった時は素早く逃げないと。イクミちゃんなら誰からでも逃げられそうだよね。素早いだけやらない。素早いだけじゃないよねえ、勇気。え、あ、もちろん素早いだけじゃなくて、その可愛いと思うよ。本当に？うん。ダメ、気持ちが全然伝わってこない。すっかり自信がなくなった。ほら、みんなも何か言って、イクミちゃんがやる気になるように。これを飲んで元気を出すのだ。私は傷ついてるの。独特の魅力があると思うの、変態って。変態はエミでしょ。機嫌直してね、イクミちゃんの可愛さならちゃんと審査したら優勝はありえると思う。心から思ってる。心からだもの。ねえみんな、イクミちゃんは可愛いよね。せーの、可愛いです。素早くてその上可愛いよね。素早くてその上可愛いです。可愛いわって。
も正義、素早いも正義、イクミちゃんは正義、この茶番は。ありがとう、いくみちゃん。じゃあ早速で悪いんだけど、この応募用紙に記入してくれるかな。よし、書いちゃうよ。元気出して書いちゃうよ。ゃゃ私は神だ。可愛くて素早いいくみちゃんだよ。もともと元気な人に栄養ドリンクを与えたら人間を超えてしまったか。結局、イクミは何十周か物質を走り回った後、水を飲んだら我に返ったのだった。例えば、誰かに親切にされると何か裏があるんじゃないかとまず疑ってしまい、心から感謝できません。どうすれば物事を純粋に見ることができるでしょうか。人を信じるということは究極的に理屈じゃないと思うんです。もちろん怪しい人や嘘をつく人もいますが、それでも人を信じる、信じたいというのは人間の本能。人間である限り人を信じるのです。あながち間違っていないかもしれない。人間は群れで行動する動物なのだ。本能的に同じ群れに所属する個体は信頼し合う。そんな脳の働きがあってもおかしくないかもしれない。私も信用するな。秘密を教え合った仲間だから。意味は脱いだだけだよね。そう、私たちはずっと仲間だよ。そうだね。リノ。困ったことがあったら絶対に助け合うよ。まずはコンテストの書類を助け合って仕上げるぞ。私、鈴木いくみ、クモン学園に通うごくごく普通の女子高生。身長150センチで体重は内緒、スリーサイズは上から95、53、82。特技はごくごく普通に腕ひしぎ逆十字だよ。フスサーバー読んでるの。スリーサイズバスト95って。私隠れ巨乳だよ。隠れたね。イリュージョンレベルで隠れてるね。せっかく書いた特技ですが、もう少しどうにかなりませんか。なんで、最強だよ。知性も品性も感じません。書類選考で落ちてしまっては意味がないですから、真剣にやりましょう。確かに。じゃあ趣味は何にしよっか。定番は読書かな。そうですね。えぐみさん、愛読書はありますか。終焉、連続写真のホーム解説は毎週知っていてるよね。えぐみさん、勝つです。いえ、雑誌自体は大変素晴らしいのですが。どこに配慮しているのだ。美術鑑賞はどう。絵を見たりする。うん、毎日見てるよ。うまい棒のこいつ、味によって違うけど明太味のこいつは特にいいよね。美術鑑賞はやめておこう。天体観測などはしないのか。うん、夜の9時には寝ちゃうからな。やっぱりこういうのってイクミの本当の趣味を書くのが一番だと思うな。わかった。趣味、うまい棒を食べる。せめて表現をもう少し変えませんか。イクミさん、知性と品性です。趣味、うまい棒を少々食べる。食べる量の問題ではありません。趣味、うまい棒を少々おちょぼ口で食べる。趣味、庶民的なお菓子の研究。次は特技ですね。腕ひしぎも変えるの。当たり前です。知性と品性ですよ。特技、腕を少々へし折る。少々さえつければ知性と品性があると思っていないか。いくみさん、分かってるって。特技、庶民的な腕のへし折り方の研究。リノさん、うむ。特技、関節の可動域の調査。じゃあいくみさん、座右の銘は。いくみさん、ああ、あれね。まあ月水金にちゃんと落としてるよ。自分の好きな言葉を聞いているのですよ。いく
組にあれだけ付き合えるメンタルってある意味すごいよね。好きな言葉、ドリャーかな。もっと人が感動するような言葉です。ガッツな笑いとド迫力、コロコロのキャッチフレーズ。一日一善でいいですね。できた。短所はどうしても特になしじゃないとダメなのかな。短所なんかない。いくみさん、ちょっと短所がある方が可愛げのある素敵な女性だと思われますよ。本当に？それじゃあ短所、短気なところ、喧嘩で男子の靴に何を書いているのですか。そこに行きません。それはちょっとじゃないです。可愛げのレベルを超えています。小さい頃の話だよ。いくつでもダメです。もっと可愛げのあるものにしてください。可愛げか。短所、ついついお菓子を食べ過ぎてしまうっと。よし、完璧。はこの無垢な笑顔が伝わりさえすれば意外といい線まで行くと思うんだけどな。次は PV 撮影なの。鈴木郁美、第二新聞部のコンテストに資格を送り込んだってわけ。二階堂彩香。潜り込むか。やめろ。